コルク、札幌の会社です。ホタテ醤油ラーメン、製造は丸和製麺。ノンフライ麺に液体スープがついています。麺は直径 2.5 ミリの丸断面で、ふっくらした舌触りです。重量感がありますが、しなやかさや粘りは弱く、ややボソボソした素朴な歯ごたえです。ホタテエキスが練り込まれているそうですが、はっきりとは感じ取れませんでした。でもスープとの馴染みはいいです。スープは透明感ある茶色で、醤油濃度は薄めです。ホタテの香りが出ていますが、あくまで表面的な感じです。スープの旨味自体はポークが主体で、雑味や突出感がなく、優しい印象の味です。旨味は必要十分で、適度な力感も備わります。辛い刺激はありません。スープがぐんぐん迫ってくるような強い味ではないので、濃い味の具を入れるのは控えた方がいいでしょう。ホタテの濃度はあまり強くないと感じました。手持ちのホタテがあるときに具として入れるのがいいと思います。みんな大好きトントン。